プロ雀士が集まる憩いの場、麻雀遊戯カフェ、いらっしゃいませ。さあ、黒沢さんをお迎えしての麻雀遊戯カフェ、あっという間に最後のメニューになってしまいました、はいはい、ラストはですね、今後の野望を教えてということで、まあ、野望と書きましたけど、今後ね、どういうふうに見据えているかっていうのをちょっと聞いていきたいなということでございます。まあ、プロとして、うん、はい、うん、そうですね、私はプロになった当初から、うん、あの目標は自団体の鳳凰位だってずっと言ってきてて、まあ、入った時なんて D リーグとかなので、うん、何言ってんだでかいこと言いやがってって思われ続けてきたと思うんですけれど、もうそれはずっと本当に変わらなくて、なので、ちょっと今高級しちゃって2にはいるんですけれども、昇級して1年目はあの出産のために休んだんですよね。でだから昇級した時はあのちょっとお腹大きかったみたいな時期だったんですけれど、それで1年間休んで、A1 初めてスタートして決定戦残って、でダメ で2年目もトップスタートとかだったんですよ。なんですけど、なんか途中からいきなり転げ落ち始めて、結局ちょっと、まあ、最後も若干惜しかったんですけれども、高級してしまって、そう。でもなんか最近はこう高級するとか負けるって嫌なことじゃないですか、したくないし、なんだけど、なんかもうやっぱりだんだんね、分かってくると思う。みんなはそうだと思うんですけど、こういうなんかピンチだったり嫌なことが起きた時こそなんか成長できるチャンスだったり、これがあったから何年後かにこういうこと心で生かせたとかっていうのが必ずあるっていうふうに思ってるんで、あんまりなんかね落ち込まなくて、ただこれをもう一回乗り越えて必ず戻った時に、多分この間まで行った時よりずっと成長してられるんじゃないかなみたいな気持ちでやっているので、まあ今はまた楽しみながらリーグ戦をやってますね。 A1 厳しかった。 A1 もちろんめちゃめちゃ強いんですけど、今 A2 で戦って、A2 も今はすっごい強い人ばっかり、そうですね。ただ私が負けたのはもう完全に自滅だったんですよね。誰かに打ちのめされたみたいな負け方ではなくて、ちょっとね、体調というか、あんまりコンディションが実は良くなかった時期があって、そこからもうガラッガラッて落ちてしまって、踏みとどまれたはずだとは思うんですけど、ただそういう時期ってやっぱりどうしてもあると思うので、また上がればいいやっていう感じで切り替えましたね。あれにずっと残ってる人もすごいよね、今。そうですね。伊藤優子さんとかすごかったもんね。ああ、確かに。優子さんはこの収録の数日前に、あのリーグ戦で戦ってきましたけど、面白い、かわいい、かわいいよね、本当かわいくて、あので会うとね、いつもすっごい褒めてくれて、さきちゃんはねとか言って、気持ちいい、マージャンってかっこいいなって思いながら、あの M リーグもさきちゃんが出るって来ると必ず見てるんだよとかって言ってくれて、この間褒めてくれたのは、いやこんな麻雀も強いしね、可愛い人とか言ってくれるの私のことも可愛いし、娘ちゃん可愛いけどね、自分のお母さんになるよきっととか言ってくれて、麻雀プロのお母さんが子供にどう見られるかとかってちょっと未知の世界で分かんないし、私はその誇りを持ってじゃないですけど、この道にいるけれど、どう思われるか分からないなと思うし、ただその見られ方をがこう今後決まっていくのは、ここからのなんかこう今のプロの頑張りによってもっといい方向に、あの子供たちの例えば憧れの職業の一つになったりとか、なんかそういう風になるためにやっぱり自分たちがもう気を引き締めてしっかりあのそういう風になっても恥ずかしくないような道を進んでいかなきゃいけないなとは思うんですけど、でもなんかそういう難しい話は抜きに、いつもね会うと褒めてくれるから嬉しいんですよね。じゃあお子さんがその自分もプロ雀士になりたいって言った場合はどうなんですか？本当になりたくて本当に好きならもうめちゃくちゃ応援しますよ、それは。だけど麻雀やりなよとは全然思わないし、私は多分もう一回入ったらというか、そのまだ覚えたりやった時にもうとても引き返せないぐらい吸い込まれるように好きになってしまったので、やっぱりそれって運命だったなと思って、娘とかに
とってもそういうものなんだったらもう極めればいいから、うん、叩き込むほど私はいろんなこと知らないですけれども、うん、強くなってほしいなと思うけど、うんうん、まあ別にやんなくてもいいし、うん、どっちでもいいなと思ってます。お母さんがこんだけ活躍したかどうかって子供も絶対興味はなんか持つと思うんですよね。持っちゃうですかね。でもその先ほどおっしゃってた未知の感覚ですよね、うん、そうなんですよね、うん、娘もしこう応援してくれる人もどんどん増えているし、それも多岐にわたっていて、やっぱり本当に子どものね、あの ちっちゃい子からお手紙もらったりすることもあるので、生き方としても恥ずかしいことは絶対したくないなっていう、なんか責任感みたいなのはすごくついてて、そういうふうにやっていけばどん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 あの麻雀界良くなるんじゃないかなと思うので、注目されたりとかこうやって盛り上がってくることによって、麻雀プロとかその周りの人たちの責任っていうのもどん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 大きくなってるようには感じるので、しっかりやっていきたいなと思ってます。そのための方位か、方位取ったら吐くつくもんね。そうですね、本当すごくトッププロのご意見でしたね。麻雀ってやっぱり今はスポーツかって言って、うんうん、こうやってもうただそれにのめり込んでることを認めて応援してくれる人が増えてきてるけど、やらない人にとってはなんか遊んでるみたいに見える世界だと思うんですよね。なのであの一人一人の意識みたいなものがしっかりしてないと、なかなかそういう域を抜けないと思っているので、あとはまあ私あの、まあ、いろんなところで言ってるんですけど、うん、主人全然麻雀できないんですよ、うん、あの牌も触ったことがないので、うん、そういう意味で多分家族麻雀にならないので、うん、まあ、娘やるかやらないかは結構ゴブゴブかなと、うん、これ両方やると多分お家でやり始めたりすると思うんですけど、うん、多分あの全然なんか、うん、なんだこの鳥はみたいな世界なので、はい、まあ、選択肢いっぱいあるからね、うん、やることはね、うん、何になるんだろうなって、まだね赤ちゃんみたいなもんですけど、うん、まあ、どういう子供になってどういう大人になっていくのかみたいなのは楽しみですけど、うん、まあ、私も今麻雀プロとしてやってるから、うん、皆さん分かってくれると思うんですけど、うん、親から何か強制されたりとか、うん、反対されたりとかしたこともないので、うんうん、私もその子の好きみたいなものをすごく尊重して、うん、育っていきたいなとは思ってます。優しいママだ。いやいやいや、でもだって何か言いたくもないことね、やらせるのもあれだし。でも勉強はさせますか？いや、勉強も私しろって言われたことないんですよね、親に。そうなんですね、はい、でもなんか真面目だったのか結構勉強してたんですよ。すごい自ら嫌いだったら、うん、嫌いで全然やらなかったらやっぱり言うようになっちゃうかもしれないなとは思うんですけどただね、意外となんかまだ2歳なのに努力家で、うん、できないことを勝手に練習するんですよね、うん、赤ちゃんの人間がこの間初めて私が帰ったら、うん、あの丼なんとかとか言い出して、うん、何やるのかなと思ったら、うん、お布団で一生懸命でんぐり返しを練習してて、丼ライスしたいとか言い出して何で丼ライスって終わっちゃって見ててとか言って、うん、多分あの私が試合で結構いない日が多いので、うん、主人が一生懸命教えたんだと思うんですけど、そしたら一生懸命くるんって回ってて、うん、かわいいし、なんかそれが上手にできるように何回も何回もこう繰り返し練習するタイプなので、うん、なんか結構こうのめり込むと、うん、あの集中力もあってやるタイプっぽいんですよね、うん、まあ、親バカなだけなんですけど、いやいやいや、だからもし麻雀が好きでやってみたいって思ったら、うん、きっと私と同じようにのめり込むタイプだし、もっと全然違うことにのめり込んでくれるかもしれないし、うん、興味みたいなのも含めてすごいこれから楽しみです、ね、楽しみですね。でもお子さんがいるとよりこう未来の麻雀業界良くしていきたいなって気持ち強くなるかもしれないですね。だってそこでなんかさ、うん、悪いニュースとかばっかり出てくると、うん、娘が恥かくかもしれないわけじゃないですか、うん、まあ、そういう意味でもすごく責任重大だし、うん、それはあの自分の娘のためだけじゃなくて、うん、やっぱり麻雀に関わっている人たちに、うん、みんな家族とか大事な人がいると思うので、うん、まあ、そこまでその責任を持って自分自身行動していかなきゃいけないなってすごく思ってるので、そうですよ、これでなんか不祥事とかいや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 、やめてよないでも結構今のところの黒沢さんの不祥事は、はい、あのズボンに動けなくなってそれでなんか憧れたらしいみたいな、はい、それ見られてたら感じ
不祥事でしたね。そうだけどそういうことあんまりね、うん、親になるまで考えたことなかったんですけど、うん、よりそういうのも考えるようになりましたね、うん、はい。自分のこの先の展望っていうのをいろんな人にお聞きしてるんですけども、やっぱり自分のお子さんのことを考えてのっていうお母さんの強さみたいなのを示していただいたのは初めてだ気がします。確かに正直あ税金ぐらいじゃない。あ税金、税金気をつけた方がいいんだよね。マージャンプロだから、マージャンプロこれからひょっとしたらね、別にそのつもりじゃなくてもさ、なんかトラブルある可能性あるよね。うっかり、うっかりはあるし、本当にうっかり屋なので、うん、もうしっかり税理士さんをつけてやってもらってますね、うん、なんかね、うん、昔間違えて、うん、超払いすぎちゃったことがあるんですよ。あだけど戻ってこなかったとかがあって、そう戻ってくるのもあると思うんだけど、ちょっと自分のうっかりで大変なことになって、クリーニングついちゃった。そんぐらいだったらもう税理士さんちゃんとやってもらった方がいいなと思って。そういう意味でもやっぱこう一個のこうお手本いい感じになってほしいですよね。そうなんですよね。お手本大変だよ。大変ですよ。気が抜けないですね。気が抜けないね。だけどやっぱりなんかマージャンもそうだけどね、こう気を抜いた時ってやっぱり危ないですよね、いろんなことが。なんか別にわざとやったことじゃなくても何か落とし穴があったりとかすることはあるので、ちゃんと行きたいなと思ってます。そんなに高いレベルじゃない、高いレベルじゃないんだけど、ちゃんと生きていきたいなと思うようになります。麻雀遊戯王大好き。じゃあ最大の目標はもう多い、多いですね、あとは M リーグで優勝したいですね。前シーズンに取った最高スコアは私は得意なはずなんですよ、そこだけは、絶対4着回避率とか取れる自信、自信っていうかもう全く狙ってないですし、興味がないっていう感じなんですけど、あっちのね最高スコア賞はこれは私が目指さなきゃいけないタイトルというか、あのものだと思っているので、そこは毎年狙いたいです。MVP もまあ無理かなと思ってるんですけど。毎年取りそうな気がしますよ。確かにでしょ。許さないみたいな。ちょっとね、その何だろう、バーンといった時は結構爆発することは多いので、まあ、逆噴射もよくするんですけど、それは狙いたい。何年後かに一番いっぱい取った人になってたんですよね、その賞だけは。抜けないやつ、抜けないやつ、20万ぐらい。そうそうそう、もう毎年更新して公式戦で最高どれぐらいまで行ったことあるんですか？10万点超えたことはあると思うんですけど、そんなに15万とか20万とか私は行ったことないんですよね。普通行かないですけど。行かないですか？行かないよ。見たことないです。見たことない。でも連盟ルールで4回打って160いくつプラスとかはあって、それは結構すごくないですか？160だよ。160だったんですよ。うまいって言うんですか？トップだと8とかですね。あ8000あれですね、3万点もたまってないしですか、で160ですか？すごいですね。結構すごいですね。めちゃくちゃすごい。やばい。その時もすごい面白くて、先輩で一回も話したことはないんですけど、近代麻雀に書いてあったんじゃないかな、暴走族50人と戦って、あの松葉杖つきながらリーグ戦来たみたいな伝説の男が連盟にいるんですけど、その人と同格してて、すごいなんか面白い人で、あの私のことは多分知らないと思ったんですけど、私はなんかその金馬かなんかで読んでめっちゃ興味津々だったんですけど、その人と同格してて C1 リーグぐらいだったんですけど、で3連勝して、で私もともとあんまりポジティブシンキングな方じゃないので、3連勝したのに最後の1回絶対気抜かないようにしなきゃみたいな感じで、こういう感じでいたら、もう3連勝したんだから4連勝しちまいなよみたいな話が出て、なんか超いいこの人と思って、分かった頑張るとか思って、奮発にその人から酷使上がって、その人をプロの対局だと、あの展望をちゃんと貸し借りするじゃないですか、なのに持ち上げて全部ひっくり返してこうやってくれて2000点貸しなみたいな感じで、本当はダメなんですけど、なんか築地とかで働いてるこう気のいい兄ちゃんみたいな人なんですけど、そういう思い出もありますね。面白い。暴走族50人。やばい。すごい、すごい、なんか病院抜け出してきました、ね。やばすぎる。そういう伝説がね、いっぱいあって、なんかそれがそう記事になったことがあって、それ読んですっかりこっそりファンになった。
ちょっと戦った時にその160何ポイントを叩きました。へ、えー、そうなんだ。いや、とんでもないですね。取れるね、エムリーグも。取れる。取れると思う。あとは、うん、やっぱりちょっと役満の数が少ないなと思ってて、いやいやいや、もうちょっとね、出せるはずだし、一番最初にやっぱり地方は私が出しとかなきゃいけないかなと。でもご自身で一番出やすいのってやっぱり鈴蘭コースか。あ、そうですね、あの泣かないのでまず、あと意外といつもあんこになりやすいし、そんなぐちゃぐちゃのハイパイあんま来ないんで、国士は別にいらないんで。それで言うとスワンコ以外は逆にあんまりいけない感じですか。 M リーグでは一回チンロートを先輩した、上がれなかったけど、でも4番に3枚いたの。泣かない役満って考えたら中連ぐらいですか。あ、確かに。いやだな、中連待ちわかるかな。ドキドキみたいな感じなんですけど、でもね、そのね、チンロートをテンパイした時は、私ね、初めて1巡目にポンした。あ、もうそうだそうだ、あ、ね、なるほどなみたいになって、ポンポンポンみたいな感じで、もうチンロートテンパイ。いや、泣くっていう選択肢があるんだったら他の役満もありえるじゃないですか。確かに、そうだし、その時ね、すごい負けてたんだよね。だからちょっとあえて1番目から泣いてみたみたいな感じだったんですけど、久保さんって、14曲に1回しか泣かないんだって。データが、データがすごい。だから半ちゃん1回で1回泣くのは多い方なの。そうなんですよね。今 A2 リーグでもその数字取ってくれてて、私の風呂率が 7.9 いくつとかなんですけど、でも M リーグだともうちょっと低いぐらいの時もあるので、そうすると大体1半ちゃんに1回泣くか泣かないかみたいな感じらしいんです。まあ2半ちゃんに1回かな、約そんな感じ。やばいです、ね、やばい。聞いたことない。そんな我慢できますね。だからなんか桜ナイツさんの楽屋配信とかで、はぁとか言ってどうやって麻雀してんだとかってみんなに笑われてました。そのデータみたいの見て。まあでも上がりの回数じゃないからね、別にトップ取るのって、そうですね、1回でもトップ取れるから。そうですね、極端なこと言えば。確かにですね、分かりやすくパワータイプっていう感じですよね。一撃が真偽の可能性あるもんね、麻雀の。分かんないもんね。分かんない、それは答え出てないから。まあそうですね、本当にひょっとしたら泣かない方がっていう可能性も。ただ私が思うのは、泣いた方が勝ちやすいタイプと泣かない方が勝ちやすいタイプが絶対いて、それでもなんか泣くのが正しいみたい、正しいというか、なんかセオリーみたいな風にちょっと言われてきてるところがあると思うんですけど、全員にとってそうじゃないと思うんですよね。だから自分に合うプレイスタイルみたいなのを見つけて、それを貫いていくっていうのが、やっぱりそれぞれの人にとってのなんかこう近道というか、なんじゃないかなと思うので、みんな同じことやっててもダメだと思うんですよね。わかんないけど、まあ、それぞれのスタイルが、ね、ありますよね。みんな同じことやったらちょっとつまんないですし、そう、だってみんな引きが同じじゃないじゃん、なんか見てても。その人の、ね、引きに合わせてやんないと。確かにと思いますけど、その型があるからね、黒沢さんはね、まあ、それがね、もちろん、ね、マイナスのと、ね、働くこともあるけど、もちろんありますね。うまくいくこととうまくいかないことがね、の繰り返しが麻雀かなって思うんで、でも成績が伴ってるから、ね、自分としては合ってるんだね、絶対に合ってるんだよね。そうですね、泣きまくるより私には合ってるプレースタイルだから、もうやっぱ全部はね、持てないと思うんですよね。諦める曲は諦めてみたいな、私の打ち方なので、なんか練習とかでふざけてこう泣きパッカみたいなのしないとたまにはなんかちょっと違うみたいな練習っていうか、そのなんか最近はゲストとか大会とかに行って、私がポンとか言ったら、もう横の横の卓ぐらいの人までみんなこうやって見てる。いやあとひどいのが、私にポンとかチーさせた人に賞品が出るみたいな大会があって、すごいですね。あ、やった、黒沢さんに泣かせたとか言って、なんかもらってるわけですよ。でも、さすがに私、泣いたときは、大三元転売してましたけど、もういろいろなことないわよっていうあれだったんですけど、いろんな犠牲と引き換えにってことですね。面白いですよね。それがなんか商品の対象になるみたいな発想が面白くて、それぐらい型があるってことだよね。すごいことですよね。聞いてみたいけどねっつって泣いて。
ポンチにしてね、しかも開始4、50目で来てる。いやだから例えば練習とかでやるのかな、ふざけてふざけて肺は全部抱いてみる。内緒でくらい飲めるんだろう。それはしかも練習ではなさそうです。遊びで今後の野望と言いますが、うん、思ってることいろいろとお話ししていただきましたけども、やっぱり麻雀スタイルぐらいやっぱこの先のこともしっかり見据えられているということがよくわかりますね。あれですね、だから来年また優勝して、はい、そうですね、来てくださいよ。そうですね、今年は白鳥さんが優勝して来てくださって、うん、ちょっと見なきゃいけなかったので、うん、はい、ああそうなんですね、来年ぜひ、はい、じゃあ私が優勝した時はケーキじゃなくてシャンパンでいいですか。ああ、いいですね。はい、いつやりましょうか。そうですね、シャンパンでいきましょう。やったー、つまみも用意しといてね。あー、うまいのってしょっぱいの。あ、おいしい。昼間がいっちゃう。昼間からいっちゃいましょうか。いっちゃいいな、うん、そのシャンパンを冷やすときは冷蔵庫を開けっぱなしにしてもらって、そこだけ気をつけましょう。あと、出かけるときも気をつけない。本当ですね。気をつけない。その空気でじゃん。優勝したら、はい、これだっつって、ちょっと痩せておくわ、そんなの万が一脱げなくなったら、ね、はい、私ね、もしかしたら泉さんとかも来たかったかもしれない。あ、関係ねえのに。昼飲みといえば泉ですか。そうなんですね。はい、でも来シーズンも楽しみなので、うん、はい、頑張ってください。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。